動画をご覧の皆さん、こんにちは、おたほです。今週も仮面ライダードライブのおもちゃを買ってきました。まずはこれをご覧ください。仮面ライダードライブシフトスピードプロトタイププレゼントキャンペーン。今週の土曜日からこのキャンペーンが始まるんですけども、仮面ライダードライブの対象商品を購入すると、このプロトドライブのシフトカーがもらえます。これいいですね。めっちゃ気になります。 まだこれ僕開けてないから分からないんですけど、パッと見た感じ、新規造形っぽいですよね。まあ、例年のプレゼントキャンペーンのアイテムって、音声が今までのやつと使い回しされていたりするんで、今回のはちょっとどうなっているか分からないんですけど、こちらのレビューもじっくりしていきます。そしてこれデラックス信号アックスシグナルチェイサーです。 チェイサーはどこに向かうのかいやー、これご覧ください。そうです。これが、仮面ライダーチェイサーです。この仮面ライダーチェイサーは、この信号アックスを使うんですね。あ、ここよく見ると、ライダー専用って書いてありますね。信号、トラフィックライトですね。うん、ふん、ふん、ふん。赤信号で、ま、待ってろよ。青信号で、行っていいよ。すごい。 うん。このなりきりアイテムの他に、今回は、シグナルチェイサー。これが付属しています。仮面ライダーチェイサーは、マッハドライバー炎で変身します。ちょっと裏も見てみましょう。シグナルチェイサーの連動ギミックに、信号アックスのサウンドギミック。そして、シグナルチェイサーをセットできるんですね。連動遊びが書いてあります。おー。 うん。箱の大きさはいわゆるデラックスドライブドライバーと同じぐらいの大きさですね。さあ、そして最後に今日の朝、これが届きました。プレミアムバンダイで抽選販売されていたたまにし、たましネーション2014年のたましエフェクトインパクトマグマバージョンです。ま、あ、これはディスプレイ用のこういったエフェクトパーツですね。これちょっと今開けちゃいましょう。 おー、めちゃくちゃ熱そうですね。まあ、こう、いろいろ分離できるんですよね。こんな風に取れたりとかするんですけど。まあ、例えば、こんな風に置いといて、自分の持ってるフィギュアを、まあ、こんな風にディスプレイできるんですよね。まあ、今後、フィギュアやロボットのレビューをするときにちょっとこれ使ってみます。 というわけで、今週発売された仮面ライダードライブのおもちゃはこの1点です。そして、キャンペーン商品のシフトスピードプロトドライブです。まあ、どっちも気になりますね。<laughs> うん、これも楽しみだし、まあ、これじっくり見たり、サウンドギミックちょっと確認したいですね。まあ、毎回恒例なんですけど、どっちが皆さん興味ありますかね先に見たい方を教えてください。コメントに書いてもらえると嬉しいです。 いつも動画へのコメントや高評価など本当にどうもありがとうございます。すごく励みになります。チャンネル登録がまだの方、新商品のレビューが気になる方、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それでは、レビュー動画でお会いいたしましょう。またはでした。